皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室の先生が新しいレッスンの集客を成功させたいなら絶対にやってほしいある一つのことっていうお話をしたいと思います。新しいレッスンを組み立てるっていうのは、まあ、いろんな時期にやられる方多いと思うんですけれども、そうですね、やはり生徒さん募集が増える春か秋、このあたりにリニューアルされる方も多いですし、あと正月ですね、年の変わりの新しいことを始めようかなと思う人を、捕まえるっていう意味でですね、年変わりのお正月とかに新しい講座を立てる先生も結構多いと思います。で、その時にですね、まあ普段のクラスとまた違うクラスを立ち上げた時に、その集客の方を成功させたいというふうに思ったら、まずやってほしいとても大切なたった一つのことを、まあ、何個かあるんですよ。その中で優先順位、重要度がとても高いことは何なのかっていうことをお話しするテーマで今日はお話をしていきたいと思います。そうしましたら本題に入ります。まず結論から言いますと、新コースないしは新しいことをやろうとした時に、まず一番最初に着手してほしいことっていうのはどういうことかっていうと、お客様の声集めになります。お客様の声集めっていうのは、今度新しいコースを立てるんだから、そのコースに対しての感想ないじゃないかっていう、まあ、話はあるかもしれないですけど、まあ、これに対しても対応策はあるんですが、まあ、まずじゃあどんな声を集めたらいいのかということをお伝えします。まず集めなくてはいけないのはですね、先生のレッスンを受講された方の声、お人柄とかをおそらく中心に書いてくださる方が多いのではなかろうかと思います。もちろんそのレッスンの内容が非常にいいもので、それを褒めてくださる生徒さんもいらっしゃると思うんですけれども、おそらくですね、お人柄を中心に書いてくださる方が多いんじゃないのかなというふうに思うんですね。まあ、なんでそれが必要かっていうと、基本的にですね、人はその売り込みとか売られることに対して、まあ、警戒心を持つっていう、まあ、特性がありますので、ご自身でそのコースがどんなにいいっていうふうに言ったとしても、まあ、手前味噌っていうか、100% やっぱ信じることできないんですよね。だって本人が作って本人が宣伝するわけですから、なかなかこう信じがたいんですよね。だからそういう部分では第三者の声、しかもまあそれを受講した方の声っていうのがやはり一番リアルで、これからレッスンを受けようかなっていう人にとってはとても参考になる内容になってると思います。ですからそのお客様の声っていうものが、まずその新コースを募集かける人に見せるというか、案内でページを見せるような時には絶対的に入っててほしいのが、体験した方ないしは受講した生徒さんの声なんですね。こちらの方がないとやっぱりどうしてもですね、なんかうさんくささが抜けないですね。自分で自分の、商品というかサービスを自分でこう宣伝するわけですから、そのあたりを払拭するためには第三者の声が必要で、実際に受講した生徒さんの声、これがやはり有効になりますね。ですので新コースだから、その新コースに対しての感想はもらえない、もちろん分かります。であればそのコースを立ち上げる前にですね、友人知人がいいのか、その生徒さんの属性に似てる、欲しい生徒さんの属性に似てる方が調達できればですね、友人の友人でも構わないんですけれども、まあ、そういう方に、体験、まあ、無料なのか、まあ、無料でしょうね、そういう場合にはね、無料体験とかしてもらって、その代わりアンケートだけください、しかもそれを掲載してもいいですかっていうことで、体験してもらった感想を載せていくっていうのも一つの手です。全く新しいクラスだったりとか、あとはまだ開業をするからその教室に来てもらうっていうのをやっていただく形の時には、誰かのやっぱ声があった方がいいので、そこはもう無料でもう体験してもらって声を集めていくっていうのはやはり必要かなというふうに思います。
ちなみにですね、私がそうですね、ホームページベースで、その内容を書いていく上で、体験会何回組んだかな。4人かけ4回は組んでますね。十何人くらいは組んで、まずその声を、アップして、でそれで集客して、であとは集客した方が終わるたんびにアンケートこと声をいただいて、1年半で私何人集めたかな。アンケート用紙っていうのはあるんですよ。あるんですけど、多分180とか200弱集めてますね。あと、もちろんその特典みたいなのはつけますけど、コンサル業になってもアンケートで声は集め続けてますね。結構どれぐらい集めただろう、4年くらいで400から500は集めてますね、おそらく。なので、お客様の声っていうのも本当にダイレクトにありがたい情報がたくさん書いてあって、これ集めたことがない方はね、ぜひ集めていただきたいんです。褒めてくださいという声じゃなくていいんです。もうその人のもう本当にダイレクトの思い、言葉で全然構わなくて。私もよく生徒さんにページを作るからとか、こういうのがあるからコメントをもらえるかなということでよくお願いしていただきますけど、結構皆さんね、がっつり書いてきてくれます。でそれを読んでると、あ、そういうふうに思ってこの方は受講しててくださったんだなとか、あ、そういうふうに思ってコンサルとかも受けてくださったんだなっていうのを改めて感じて、それがまた新サービスを作る上でのアイディアになったりとか、自分っていう人間を外から見てる人はどういうふうに見えるのかっていうことを、客観視するのにやっぱりアンケートっていいですよね。客観視した状態で自分の魅力は何なんだっていうのを分かって、それで外向きに打ち出していくっていうこともできるので、アンケートは新コースの生徒さんの募集集客だけではなくてですね、非常にいろんなシーンで使うことができるとても便利なツールになりますので、ぜひ使っていただきたいなというふうに思っています。で、必ずもらっただけではダメでですね、分析して生かさないといけない部分もあるし、もちろんホームページに掲載するのであれば、それが次の生徒さんが来る、ハードルを下げる、集客の大きな要因になっていくっていうことになりますので、ぜひ掲載して載せていただきたいなというふうに思います。そしてどんな声をいただいたらいいのかっていうことがですね、大体4つぐらいの、質問とかを中心に、私よく声をいただいてるんですけれども、まず1つ目っていうのが、今回の講座、それがレッスンだろうと、私のコンサルだろうとどちらでもいいんですが、何がきっかけで申し込もうと思いましたかっていうことですね。きっかけがないと人って行動しないし動きませんから、きっかけを知りたい、要はそのきっかけを知るっていうことは、それによってきっかけになるような言葉で、紹介文章を書いたら誘致できるっていうことですよね。私の場合にはそうですね、やはりイーストだけのパンを作ってた方が天然酵母を初めて扱う人だから、パンは作ることはできます、だけれども天然酵母にチャレンジしたことがない方っていうターゲットをもともと狙っていたので、その方たちの感想っていうのは、ワンランク上のまだ扱ったことがない天然酵母を、7種類バラエティに富んで習うことができたのでっていうことが書かれているケースが多かったです。あとは整形がちょっとこだわりがある整形をやっていたので、その整形が面白いおしゃれだったからとか、そういうようなものもいただいてますけど、何がきっかけでその講座に通い始めたか、そのパン教室ないしは皆さんの教室に通い始めたか、これが、単発で新しいコースを体験してくださる方にも同じものを渡せば、なぜ体験来ようと思ったかっていう動機が絶対にあるはずなので、それを聞くっていうことですね。そして例えば業種業態いろいろあると思うんですけど、パンならパン、お菓子ならお菓子、料理なら料理っていう、その教室の中でなぜ私の教室を選んでくださったのかっていうことですね。なぜ選んでくださったのか、これ結構
大事ですね。自分がなぜ選ばれているのかっていうのを自分で知る上でも非常に大事なお話ですし、その内容っていうのが、自分にとっても自分を振り返るっていう意味でもですね、非常にいい参考になる意見とかも多かったりしますので、なぜ選んでくださったのかっていうそこのあたりとかもね、決めて何だったかとか、そんなのも聞けるといいですね。で、3つ目は実際に受講した感想ですね。本当にそれでできなかったことができるようになったっていう感想でも構わないし、ただただ楽しかったっていう感想でも構わないんですけどね。実際に受講した感じ、感覚とかがどうだったかっていうのも書いてもらうといいですね。で、最後に4つ目ですね。もしもこの講座をおすすめするとしたら、どんな人におすすめしますか。要はその人視点で紹介したい人はどういうタイプの人だったら講座が向いてるかっていう、そんなのも合わせて聞いたりとかしていましたね。そうすると、それを掲載することによってですね、それを見て、私が行った方がいいかもとか、この先生だったら私と合いそうっていうのを、客観的に判断してもらえるので、お客様の声っていうのは非常に大事になってきます。そして非常に大事であると同時にですね、数が多い方がいいですね。やっぱ一人の人に寄った形じゃなくて、いろんな価値観とかを持った方が当然いらっしゃるので、その方たちがそれぞれに違う言葉を発して、でその言葉は原文で全部載せた方がいいです。こちらで変に編集とか文法が多少おかしくても、言い回しが多少おかしくても、その人のほとばしる感情で書いていることなので、こちらで作ってしまうとそれは違う言葉になってしまうので、そのまんま掲載させてもらうっていうのが多分いいと思います。感情の部分のね、内容をきちんと、理解できるような出し方がいいなというふうに思ってます。ですので、さっき言った4つの質問は割とスタンダードで、この質問をすることによって、感想をくださいとだけしか言わないとですね、とてもいい先生ですとか、レッスン面白かったですっていう、すごく抽象的な答えしか返ってこないケースが多いんですよね。それをより具体的に答えを返してほしいと思うと、質問の内容も少し掘り下げたような質問の内容の方が具体的に返してもらえる確率が高くなります。はい、なのでお客様の声ですね、もらうのが難しいのかもしれないんですが、そちらをきちんと掲載すると、その後の集客が非常に楽になります。新規のものをですね、集客する方で、お客様というかファンがですね、まだそんなに読者とかもついていない状態でやるのはとても苦戦します。で、しかも写真が撮り終わってないとか、ウェブサイトが作り終わってない、文章だけで、集客するっていうのは非常に、値段が高ければ高いほどハードルが上がってきます。ですので、そういった部分を補填というか後押しする上でも、どんな先生でどういう思いでこの先生はやられてるのかっていうのを他人に語ってもらう、生徒さんに語ってもらうっていうのが非常に重要なので、それをしていただくと、成約率というか、集客量ですね、こちらの方も上がってくる可能性がとても高いです。なので、まず準備としてですね、ページができていることが大前提なんですけれども、そのページの中にある程度の人数のお客様の声をきちんと原文のままで載せることができると、集客がだいぶ楽になると思います。で、これは定期的にやはり取っていかないと、なかなか集まりにくいので、私も集めてるセミナーと集めてないセミナーとかがあるんですけれども、外部講師で行ったようなケースの場合には特に集めてますね。普段自分のファンというか近しい人を呼んでるのとは様相が違うので、一元さんと言われる、ちょっとなんか気になるから出とこうかなみたいなタイプの人も入ってくるのが、大型の他人というか違う方が主催しているセミナーに客演として出る場合にはそういうケースがありますので、アンケートを取って、そういうことがまずは望まれてたんだなと、
あと実際にセミナーそのものを受けてみて、あ、そういうふうに感じたんだ。で、人に紹介するとしたら、あ、なるほどっていう、どういうところがおすすめポイントかっていうのをね、書いてくれ。実はそのおすすめポイントっていうのがご本人の、いいと思った点だったりするんですよね、実は。でも自分だと言いにくいから、誰かにおすすめするならって書くと、自分は本当にそう感じてたんだっていうことを書きやすかったりするようです。ですから、アンケートの中にはですね、次の講座とか、あと今自分がどうあるべきかとか、自分という姿がどういう人たちにどんなサービスを提供することを期待されているのかっていうのを見る部分としてはですね、非常に便利なツールになりますので、ぜひですね、今まだあまり取っていないという方は、お客様の声集めをちょっと必死にやってみてください。そうするだけで、こう準備段階としての集客量がぐんと上がると思いますので、ぜひご参考になさってください。それでは。